ジャニーズジュニアがメインを務め、様々な企画に体を張って挑んでいたバラエティ、8時だ、J。1998年4月から1999年9月。今夜、その伝説の番組が、一夜限りの大復活を果たすこととなり、滝沢秀明、嵐、関ジャニ∞、山下智久、生田斗真、風間俊介、長谷川純ら、当時、ジャニーズジュニアとして出演していたスターたちが集結する。番組では、あの頃言えなかった本音をぶっちゃけて、思いを晴らす企画、お前まだ覚えてる？を展開。テレビ朝日の人気バラエティー、あいつ今何してる？さながらのスタイルで、メンバーと事前打ち合わせを実施し、ずっと気になっていたこと、この際だからはっきりさせたいことなどを、インタビュー、スタジオでその VTR を公開し、答え合わせをしていく。村上信五、ほんまに嫌いやったもん、タッキーのこと。村上信五は、同い年でありながら当時人気も知名度も、桁違いだった、滝沢秀明に嫉妬していたことを激白。ほんまに嫌いやったもん、タッキーのこと、と、かつての感情を打ち明ける。そんな、村上のカミングアウトを聞いた滝沢が、村上が自分を嫌いなことは分かっていたし、お互い嫌い合っていたよねと振り返ると、二宮和也が、村上ごときがタッキーに嫉妬はおこがましい、と割って入ってスタジオは騒然？20年経った今、村上は引退する滝沢にどんな思いを抱き、何を伝えるのか？生田斗真に、松本潤が、絶対に許さない。さらに、生田斗真は、当時、松本潤と毎日のように楽屋で喧嘩していたことを、告白。ある日、松本に復讐しようと、あることを仕掛け、そのせいで、松本をひどく悲しませてしまったと懺悔。とても後悔しているという生田は20年の時を経て謝罪するのだが、松本の返答は絶対に許さない。そんな松本の頑なな態度に一同びっくり？一体生田は松本に対して何をやらかしたのか？丸山隆平が涙目で、あの時は申し訳ありませんでした。丸山隆平、安田章雄は8時だ J メンバー全員に懺悔したいことがあると語る。それは記念すべき番組の初回で起きた衝撃の事件。二人はその事件を起こしたことを悔い、20年間ずっと十字架を背負ってきたと猛省。なんと丸山はスタジオで、あの時は本当に皆さん申し訳ありませんでしたと涙目で全メンバーに謝罪。二人がずっと背負ってきたと話す事件とは一体？一部始終を懐かしい VTR で詳細に振り返る。などなど、8J メンバーがずっと胸に仕えていた思いや、これまで封印してきた禁断のエピソードを激白。思いがけない謝罪や知られざる真実が次々と飛び出し、改めて彼らが育んできた絆が浮き彫りになる。また、超貴重映像の数々をクイズ形式で振り返っていくコーナー、クイズ。8時だ J では、J メンバーが芸能人チームとクイズで激突。ここでも、今をときめくメンバーの原点をたどる、蔵出し映像が多数飛び出す。なお、8時だ J 放送直前の番組、世界が驚いた日本。すごいですね。視察団2時間半スペシャルで、視察団でしか見られない、8時だ J の限定 PR を流されるとのことなので、合わせて楽しもう。番組情報、テレビ朝日開局60周年記念、超豪華、最初で最後の大同窓会、8時だ
J 2018年12月29日土曜日午後8時54分午後10時30分出演滝沢秀明、嵐、関ジャニ8、山下智久、生田斗真、風間俊介、長谷川淳、今井翼。 MC ひろみ、進行弘中彩香、テレビ朝日アナウンサー。芸能人チーム、五十音順、片瀬奈々、澤部佑、ハライチ、柴田理恵、陣内智則、関根勤、高橋真麻、ホラン千秋、三田寛子、山崎弘成、アンタッチャブル。